4本煮上がり、津軽三味線の譜面で出てきたことがあると思います。では4本とは何かと言いますと、日本では一般的にドと呼ばれるものです。ドレミファソラシドのドを三味線の用語で4本、呼び方の違いです。そして、チューナー、音を合わせる機械ですね。で、表記されるのはアルファベット表示が多いので、これが英語で言うと C になります。ド、C、4本いずれも同じ意味です。音程を表してます。例えばこれが5本になった場合は、例ではありません。5本をドレミファソラシドで言うと、ドのシャープ、半音上がったもの、もしくはレの半音下がったもの、これ同じ意味です。ドから見たら半音上がったもの、レから見たら半音下がったもの。そしてアルファベットでも C シャープもしくは D フラット、ちょっとややこしいですけどこういう表記になります。6本になって初めてレ、D となります。ここが、非常に最初分かりにくいとこなんですが、ピアノの鍵盤を例に出して説明しますと、ここがド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ドとレの間に黒鍵と呼ばれる鍵盤があります。これがド、シャープ、ドから半音上がったものであり、レフラット、レから半音下がったもの。このピアノでいう黒鍵があるために、ドは4本なんですが、レが6本になります。じゃあ5本は何かというと、これになりますね。ボタン1個ずつ上がるたびに数字が変わっていきます。そしてアルファベット表記をすると、これが C でこれが D、 これは C シャープもしくは D フラットになります。三味線の、本数の解説なので、本数だけ書いていきますと、7本、8本、9本、10本、11本、12本、そして1本に戻ります。ここが2本、C が3本になります。そしてちなみに次のド、これが1オクターブ違いますけど、ドになりますね。4本になります。一番最初の音らしい1の音がこんなとこにあるラなんですけども、これは英語で言うと A になります。
日本ではドレミファソラシドで、習うことが多いので動画スタートなんですけども、英語圏内の方では A、 これが基準の音です。で、世界的に見ても A が基準になること、 A の音が世界的な基準音になってます。電話のツーツーっていうあの音も A の音です。何本かの指示がある場合はこれを参考にしていただいて基準の音を4本やったらド、6本やったらレ、11本やったらソ、1本やったらラで、チューナーで合わせる場合にはアルファベット表記なので CD、 8本やったら E、 9本 F、 G、 B、 こちらに C ですね、1オクターブ違いですね。 C、D、E、F、G、A、B、 これがドレミファソラシで、間の黒鍵なんですけども、ドシャープ、レフラットが5本、7本はレシャープ、もしくはミフラットが7本、10本はファ、シャープ、ソ、フラット、で、12本がソ、シャープ、ラ、フラット、そして2本がラ、シャープ、シ、2本がラのシャープ、シのフラットになります。